歌川広重が、富士三十六系伊勢二三か裏目を問いは、夫婦石は、日本各地にある祈願、名称。二つの岩が、夫婦のように寄り添うように見えることから名付けられる。海面から飛び出した岩と、山中の岩に対別できる。岩は三つ以上あって、そのうち二つだけを、目を問いは、夫婦石と呼ぶこともある。 江戸時代の浮世絵師が描くなど、三重県伊勢市の二見沖玉神社にある夫婦岩が古くから都に知られ、一般的には夫婦円満や家内安全、海上保安や大量追復の象徴や祈願記念でもあるが、古くは古神島における岩倉信仰といわれるものがあり、自然に存在する象徴的な場所やもののうち、特に巨石、岩、山を神体とし、 神が宿る場所として信仰した。そのため締め縄を飾り、鳥居を備えたりして、そこに神が鎮座している証としている。また、古神道や現在の神道に息づく表裏一体という概念の具現化であり、例えばこの世は現世と常世からなるという考えや、七福神のうちエビスと大国が二柱揃って、一つのものとして信仰されたり、 また箸や履物を両方揃って一膳や一足という数え方も日本独特と言われる。古事記においても夫婦の神話が多くあり、イザナミとイザナギからサルタヒコと雨の渦目などの物語があり、これらがサイの神や道祖神になり、岩倉信仰と結びついていったと考えられている。このことから地蔵や道祖神において夫婦が一体となって、かたどられたり、 二つの大小の岩や石像が一体となったものが祀られている。このような夫婦信仰とも言われるものが世の中に時代と共に広まり、身近なところでは夫婦茶碗などになり、同時に古種や家といった家族という枠組みを作る上での子作り子育て、子宝信仰にも深く関わっている。これら岩倉信仰と表裏一体と夫婦信仰という考えが、 一体となって祀られる、対象となったものが、夫婦岩である。大締縄の例として、三重県伊勢市二見町工の立石が挙げられる。目音岩と呼ばれている立石と根尻岩を結ぶ、大締縄は、沖にある沖玉神石の鳥居とされており、12月と5月、9月の、年3回、二見沖玉神社の宇じ子らの手で、寄り合わされ、張り替えられる。張り替え神事の間、 木リウタが歌われ、古い縄の切れ端を夫婦縁満のお守りとして、持ち帰る人もいる。日本各地の目音岩、夫婦席がある10カ所の観光地により、全国目音岩サミット連絡協議会が結成されており、全国目音岩サミットを開催している。新潟県佐渡市佐渡島の目音岩道曽上に巻かれた、締縄、長野県北佐久郡軽井沢町にある男女一体に、 なった、石塚三十県伊勢市の立石高知県、室戸市海岸線にある目オトは二見ヶ浦の、目オトは、全国目オトはサミット連絡協議会に参加している、もの。特集、伊勢のめ縄港神宮会館数計会、目オトイ話題め縄張り替え新時 YouTube2010 年12月19日。ありがとうございます。